おはようございます。タニゴンチャンネル、タニゴンです。本日は6月初旬、今から琵琶湖に向かいたいと思います。今日は一人での釣りなんで、2馬力操船の免許必要ない船に乗って釣りをしていきたいなと思います。魚探も積んでない船なんで、思い思いの場所を走ってみて、それで結果、出せたらと思っておりますので、どうか皆さん楽しんでいってください。それではどうぞ。最高、やっば。よし、それでは早速ね、実調していきたいと思います。ちょっとね、もう時間はもうすでに5時25分回ったとこなんですけれども、風が出てます。で、天気も悪くなっていくような感じなので、なるべく雨が本格的に降り出す前に釣れたらなと思います。よし、最後の最後で来た。おお、最後の最後でバーサー入ったわ。ほんまよかった。40ジャストぐらいかな。いや、釣れてありがとうございました。ほんと釣れてくれてありがとう。もうこれでおしまいに しようかなと思います。あー疲れた。ほんま5時から始まって5時までだいたい10時間か。10時間じゃねえな、12時間や。12時間やってワンキャッチ。琵琶湖きつすぎる。もうゼロで買えんのと1匹連れて買えんのとではもう天と地ぐらいね、もう違うから。感謝や、ほんまにありがとう。